ェンダー4枚です。田中、青木、三原、下平です。そしてミッドフィルダー4枚の予想、宮澤、相澤、瀬、河野、2トップは楠上と川本です。今キックオフとなりました。第55回関東サッカーリーグ2部後期発節、ここは突っかかります。クリアされます、ナイス。三原が行く。三原右サイドクロス、ボール来た、シュートまでいけない。井本からサイドチェンジ、ここに村山左サイドからシュート、ボール右に外れました。簡単に入れてもいいかもしれないですね。ここチャンスになります、川本、落として左足、あのエリアで前向いてボールもらえるとチャンスですからね、さあ抜け出した、クロス送る、シュート、ゴール、いやー、南葛FC先生。さあ抜け出した、クロス送る、シュート、ゴール、いや川本が早速やってくれましたね。川本、先発復帰の川本やってくれました。いやでも今右サイド伏せの素晴らしいドリブルからのクロスでしたけど、はい、まあ、クロスも完璧でしたね。ここはミスになる、ここはギア上げていきたいですね、縦送る、ミスになりました、右足のシュート、ミドル、おいいシュート、弾いている、プレスをかけたい、これ取ればチャンスだ、ボールを競り合いになる、奪った、チャンス、掴み、倒された、ファール、これエリア内、エリア内ですか、ですかね、PK ですね、PK ですね、PK を決められるか、決めた、ついてる、なんか追加点、前半25分、落ち着いてましたね。いや落ち着いてましたね、はい、けど全くこう危なげはないですね。チャンスになる、送る、宮澤、いや惜しい、加藤と伊吹なのか、そうあ、チャンスさあワンツー、抜け出す、ここ触りません、おっといってます、来ると思ってなかった、っさあ右サイド吉田、右足のシュート、岡原正面、ちょっとヒヤッとしましたね。さあ前半残りわずか、大きいボールが出ます、宮澤抜けた、宮澤、あっ惜しい、これになる、宮澤スルーパス出た、つかみ自分で行け、打てない、ちょっと惜しかったですね、2枚いるのに気づいてなかったのかな、惜しかったな。まあ、ゴールキーパーの岡田からも、ね、はい、入りという声がありましたけどね、本当に悪いですよね。後半キックオフです。さあ逆にピンチになります。スピードを上げるボンズ、仕掛ける斉藤、抜け出した、数的不利、中に送った、いやナイスアイザーは、最後アイザーが去りました、よく戻りましたね、送ってきた、大川のキャッチ、右サイド小林、中送る、寝返す、これ危ない、じゃあピンチになる、シュート、防ぎました、最後青木ですかね、楠上に代わって岡田、河野に代わって村越が投入されます。ここは斉藤からサイドチェンジ、左サイドピンチになる、南葛、クロスが上がる、ヘディング危ない、ラッキー、クロスバー直撃のヘディングでした、めちゃくちゃいいクロスです。松本、中澤、前送って抜け出しますが、ここはオフサイドはなさそうです、オフサイドなし、抜け出す、大河原、大河原ナイスキーパー、いやこれでもオフサイドないんですかね、本当にオフサイドの判定は不審は、ね、まあでも止めちゃダメですよね、止めちゃ、はい、いやナイスキーパー、ここに小林、さあボールを奪った、カオト、中に岡田がいる、岡田がトラップ、シュート、クロスバーの上、完全にやらかしましたけど、ね、やらかしました、いや面白い、ナイス、あ、じゃあ打って打っていいって、
打てるか、右足ファール、ファールの判定、完全に引っかかりましたからね今ね。ここで決められれば流れをまた引き寄せられる。村越が決めた、逆だ、ナイスでしたね。南葛FC3点目。村越は南葛入ってからまだ PK1 回も外してないんじゃないかな多分。 PK 成功率 100%、65分、南葛選手3点目です。まあ、でも助走からしたらファーかな。さあここは狙ってきた、ね、うん、ファーサイド、左サイド、ボーンズがチャンスになる。スルーパス、宮内左足で送る、入ってしまった。南葛選手74分失点。もう一度三原、ナイス。さあ村越前を向いた、ドリブル、スピードを生かしたドリブル、ナイス。ここの切り返し、まだボールをキープ、うん、さあ川本が抜ける、前を向く、右サイド、佐々木右足シュート、潰します。佐々木、相澤縦送った、いいボールが出た、スルーパス、岡田、さあゴールキーパーと1対1、シュートー決まった、岡田のゴールが決まりました。いやナイスゴール、そして相澤のパスがもう完璧なスルーパスでしたね。82分、今思わずベンチにガッツポーズしに行きましたけど相澤が、はい、いやでも岡田も素晴らしい抜け出しでしたね、本当に完璧でしたね。岡田今シーズン5ゴール目。ここに古川、代わって入った富田、シュート右足、危ない、ポスト残っている、防ぎました南葛、縦送る、佐々木、佐々木、左足、川本、初めてですね、送ってきた、ファーサイド流れてしまう、井本のヘディング、どういうことっていうところを超えましたね。3点リードです。左サイド、ここに村越がいます。トラップ、コントロールから体が強い、スルーパス、岡田に出した、岡田ここはファールはありません。なんで、はい、最後きっちり締めてほしいですね。最後締めて終わりたい、なんか寿司、うん、さあ抜け出した佐々木、右サイド抜けた、最後ありますよ、いけるか、右足のシュート、得意のやつ決まったかと思った入ったかと思いましたね、まあ、さあここで試合終了です。南葛FC 4対1で勝利となりました。第55回関東サッカーリーグ2部後期発節、うん、ボンズ市原ベル対南葛FC 4対1で南葛FC の勝利、今シーズン初の3連勝です。山本さん、いや大事なところで3連勝しましたね。はい、まあ、でもこれだけ4点